羽生譲が PPAP の振り付けをミスって後輩に負けてしまった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ピコ太郎の人気曲 PPAP には意外な意味が隠されていた。それが明らかになったのが4月23日に放送された世界フィギュアスケート国別開口戦2017テレビ朝日系での一両面だ。 テレビ誌のライターが驚いた顔で語る。この日は、表情のミュージカルとも呼ばれる、エキシビションが実施され、羽生譲るらのチーム日本は楽曲に、PPAP のリミックスを採用。ここでピコ太郎が VTR 出演し、ペンをリンゴに突き刺す振り付けについてコツを伝授したのです。それは、両手の形がそれぞれ、ピと、子になっているというもの。そのアドバイスに、チーム日本のメンバーは自分の両手を見ながら、本当だ。 と言わんばかりの表情を見せていましたね。だが、そのコツを、リンクではうまく再現できないメンバーもいたというのだ。テレビ誌のライターが続ける。チーム日本はピコ太郎と同じガ柄のマフラーを首に巻き、華麗な演技を披露。ハブもノリノリの様子で、PPAP を踊っていましたが、オーラスの決めポーズでは両方の手がペンを握る形になる痛恨のミス。それに対して3歳年下の宇野昌磨は、ちゃんと、 ピトコを再現できていました。このシーンをピコ太郎が採点したら、うのの勝利になったかもしれません。手の形は間違っていたとはいえ、PPAP を踊り切ったハブの姿にファンは熱狂。そのハブスマイルにはピコ太郎も大満足だったのではないだろうか。金田真由。羽生譲るプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。 2018年、平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。